皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、前回の悲しみを乗り越えて、地下室を改造しようと思うよ。ま、村人も家の方に引っ越したからな。ということで今回はいよいよ、エンチャントするためのエンチャント部屋を作ろうと思います。ほう、ついにエンチャントか。うん、まあとりあえず広さはこれくらいで大丈夫かな。松明も少ないし、しょうがないか。あとで周りの壁とかはもうちょっと綺麗にしたいけどね。それじゃあエンチャントテーブルを作るよ。まずは、牛革と紙で本を作らないとな。自動収穫機のおかげで紙はたくさんあるね。へへ、役に立ってよかったぜ。それじゃあいよいよエンチャントテーブルね。必要なのは本と黒曜石とダイヤモンドか。黒曜石とダイヤモンドは、奇跡的に被害を免れたんだよな。でもダイヤちょっとしかないから、大事に使わないとね。きっちり必要な分だけ持っていくんだぜ。よし、これでクラフトできるはずだ。出てた、エンチャントテーブルー。やったな、これでどんどんエンチャントしていこうぜ。早速地下室に置いてみよう。あ、ここの扉は鉄に変えたんだよな。前回のトラウマがあるからね。それじゃ、ど真ん中に置いていこう。ごくり、どんな感じなのかな。おー、すげえ、なんか本がパラパラめくれてるぜ。魔法みたいだぜ。魔法使いでも驚くんですね。とにかく、周りを本棚で囲った方が、より効率的らしいぜ。早く本棚をたくさん作って、周りに置いちゃおうぜ。よし、これが最後の本棚だ。15個が最大で、それ以上置いても意味ないらしいからな。さあ、これで完成だね。すげえ、本棚から文字みたいなのが吸い込まれてるみたいだぜ。ほんとだ、アンノーンみたいだね。アンノーンって。とにかく、早速エンチャントしてみましょうぜ。一つやってみたいのがあるのよね。ほう、記念すべき最初のエンチャントは？最初にエンチャントするのは、このトライデントだよ。ラピスラズリを二つ使って、この忠誠心というのをつけてみたいと思います。ほう、忠誠心か。いきますよー。おお、トライデントが青く光ったぞ。忠誠心レベル2がついてるな。ところで忠誠心ってなんだ？ふふ、今から実演してみせますよ。このトライデントを、壁に向かって投げる。おお。見ましたか？これが忠誠心ですよ。すげえ、投げたはずのトライデントが、一瞬で手元に戻ったじゃねえか。こんなの、ずっと使える弓矢みたいなもんじゃん。ふふ、いい武器が手に入ったわね。もう一つ作ってみたかったものがあります。ほう、なんだ。それはズバリ、シルクタッチだよ。シルクタッチ、確かにガラスとか割らずに取れるし、だいぶ重要だよな。よし、これで初めてのシルクタッチ付きツルハシもできたぞ。これらを持って、ちょっと外をうろついてみようか。おい、あんなとこにクリーパー浮いてるじゃん。こいつの忠誠心を試す絶好のチャンスだ。すげえ、この距離でも戻ってくるんだな。うおうおう、よくも私たちの宝箱を爆破しやがって。いや、実際に爆破したやつはもう自爆してるから違うだろ。うるせえ、この怒りを喰らえ。飛んだやつ当たりだぜ。でも、この距離で倒せるのはほんと強いな。あ、そうだそうだ、シルクタッチのツルハシも使ってみよう。おお、ガラスのままとても隙間に挟まった。めんどくせえ。ま、でも、これでちゃんとエンチャントできてることが証明できましたね。ちゃんとエンチャント。見てくださいよ、シルクタッチなら、地下の石だって綺麗に取れちゃうんですよ。ほんとだ、普通のツルハシだと丸石になっちゃうもんな。ということでエンチャント部屋気に入ったし、もうちょっと整備していこうと思うよ。え、何してんの？いやいや、大したことじゃないよ。ちょっと雰囲気作りにね。ということでできましたよ、エンチャント部屋。あ、パパパカンラスゲー。え、なに？アンパンマン、言ってねえよ、なんちょうか。ということでご視聴ありがとうございました。いやいや、何カメラに向かって投げてんだよ。壊れちゃうじゃねえか。やめろー。